おはようございます。緊急動画です。水面の実機見てきました。こんにちは、沼田。私、平成元年生まれ、無形が、ロレックス正規店で GMT マサ2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一言、無形ます。気分変わったけどね、白樺持ってるけどね、というところでございます。グランド成功、昨日ですね、11月10日に行ってきたんですけれども、実機見れましたよ。水面の実機見れて、で、ちょっと今からこの実機、撮影できたんで、これちょっとシェアしたいと思います。そしてね、その後、まさかの事態が起きています。まさかの事態。これね、ちょっと皆さん、後半、そのまさかの事態喋りますので、コメントください。お願いします。で、今日夜ね、これに関するライブもします。コメントください。よろしくお願いします。というところで、それでは、行ってみよう。はい、このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに私がね、GMT SS マラソン中でございます。途中にね、こう白樺畑とかね、いろんなものをね挟んでますけれども、一直線で GMT に向かっていきたいなというふうに思っております。まあ、いろんなね時計情報をシェアしますので、ぜひ皆さんムケムケ OK の方よろしくお願いします。本日ね、11月10日か、グランド成功マスターショップ行ってまいりました。まあ、水面の発売日でね、ちょっと田舎なんでちょっと遅れるかなと思ったんですけど、今日ね、実機見せていただきました。これやばいんで、ちょっと、はい、それでは見ていきましょう。はい、3、2、1、はい、ドン。はい、こちら見せていただきました。見てください。この輝き。思った以上に、めちゃくちゃ水面輝いてますね、これ。やばかったです。もうちょい落ち着いてる感じなのかなと思ったんですけど、やっぱキラキラ感はね、やっぱこのグランド成功のね、やつだなっていうのを思いましたね。本当に素晴らしい。キラッキラしてましたね、これ。インデックスも太くてですね。ケースについては、ある程度ね、もう白樺と一緒。うん。で、インデックスについても、だいたいこれね、白樺と同じようなね、形になってまして、非常に輝いておりますね、これね。すごかったです。そしてね、これ反射によってはね、ほんとね、これ水面を表現してる感じですね。このちょっと白くなったりしてね、これキラキラして。これはすごかった。横の磨きも、ザラつけんま、すごいね。で、鏡面とのね、このコラボレーションみたいなのは、これ白樺と同じであります。後ろ、はい。後ろにね、スプリングドライブのね、メーターがついてるというデザインとなっております。シースルバックもね、結構ね、もう見せるような形で作ってるんじゃないかぐらいね、綺麗でした。で、はい、グランドセイコーのこのマーク、これ18金ですね。これもね、なんかいいですよね。白樺については、ここはね、この金色ではないんでね。はい、こういうとこもね、ちょっとプレミア感があるかなというとこでございます。いやー、そしてね、このスイープ運針になりますね。スーッと動いてますね、これね。いや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 、びっくりしました。撮れると思ってなかったんでね。ちょっと携帯手ぶれ申し訳ないんですけれども。スーッと動いてますね、これね。いや、素晴らしい。いや、本当に素晴らしかった。いや、想像をはるかに超えるね、素晴らしさありましたね。はい、白樺とのコラボレーションですね。いや、これも素晴らしい。あー、光ってる。いやいやいや、これはね、本当に素晴らしいですよ。皆さん、はい、これ素晴らしい。時計見せていただきました。水面モデル2021本限定。キラッキラですね、これ。はい、ちょっとね、もう緊急動画で撮ってるんで、ちょっと雑な感じになって、たんですけど、申し訳ないんですけれども、ここからがマジで緊急事態なんですよ。本当にマジやばいんですよ。ちょっと皆さん聞いてください。ちょっとこれ店員さんに聞いたら、結構もうほぼ買えるんですよ、これ。まだ確定じゃないですけど、ほぼ買えるって言われました。いや、だから買えるんですよ、これ。だから私の友人がこれ買えばいい。もうね、買うって決めればこれ買えるんですけれども、友人にね、この動画送ったんですよ、昨日。そしたらね、そいつね、どうしようかなって言い出したんですよ。やばくない？ちょっと、マジやばくない？え、なんで？え、なんで？なんで？え、なんで買わないの？ええー、と思って。え、ちょっと、一つ聞いて、バカなの？バカなの？でもちょっとね、ちょっとビビってんすよ、マジ私。本当に。いやー、ちょっとね、ええー、と思って。え、ここまで来といてっていう感じなんですけれども、やっぱね、でもちょっとね、仕方ないのかなと。ちょっとなんでかっていうと、友人ね、なんかやっぱ、100万円を時計、まあ、時計買ったことないんですよね。ちょっと落ち着きましょうね。時計買ったことなくて、まあ、100万円をね、水に買うっていうことを、ちょっとね、ビビってるっていうとこでございます。うん。でね、ちょっと、わからんでもないんですね。やっぱ
実機を見れないし、彼は東京住んでるんですけど、その実機見れないし、その100万円一気に初めての時計で使うっていうことにビビってるというところで、で、私も、もうね、もう、私も悪いのかもしれないです。もしかすると。もうね、もうこれもう、最高。もう、どう考えてもええやんって。もういい、いいとしか言えないんですよ、これ。はい。もう店、なんで買わないのっていう、もう、そういう、ね、これ、わかるかな？ちょっとね、こう、伝えれないっていうかね。もうね、いいとこしか言えてないんですよね、これね。で、まさかの事態が起きてるんですよ。ここへ来て、これが買えるのに、どうしようかなって迷ってるんですよ。そこで、すいません、もうそこで、もう私もこうなってますから、私もそいつも、ちょっとこうなってますから、友人もね。ちょっと、皆さん、辛口でいいんで、コメントもいただけないですかね。この水面の良さとか、その価値とか、なんかこれ友達ちょっとそれ見て決めたいとかってなんかちょっとわけわかんないこと言ってたんですけれども、まあ、そのもう私も水面はもう絶対もういいもんだっていうふうにちょっと思ってますし、もうこれ絶対もう半端ないっていうことしかちょっと申し訳ないです。言えないんですよね。で、逆に、辛口でもいいので、こういうとこはいいけど、こういうとこはダメだよっていうふうなとこね、書いてもらって、ちょっとその私の友人ちょっとこれ見せたいなというふうに思います。それで、まあもう仕方ないですよね。まあ彼の100万円なんで、彼が買うか買わないかっていうのは、もうちょっとまあ、私にまあ決めるとかないんでね。まあ絶対にね、いいとは思うんですけれども、ちょっとここへ来てこういう状況で、ちょっと今ね、緊急動画出してます。ちょっとこの後ね、アンケートも取りたいと思いますし、あと今日夜のライブでもね、ちょっとこの話はしたいなというふうに思ってますので、まあまあまあ、もうね、絶対買うっていう、そいつにね、こう、一押しね、ちょっともし、よければね、皆さんちょっとしていただけないかなというところでね、ちょっとこういう形で今日、緊急動画撮ってみました。もうね、これちょっと昼には上げて、ちょっと皆さんにね、意見求めたいなというふうに思いますので、もしよければ皆さんコメント書いてくださいというところですね。いや、嘘でしょって、いうところ、ちょっと今ビビってます。はい。すいません、ちょっとこういう形でちょっと雑な感じになったんですけど、ちょっと緊急動画でした。はい。実験マジ半端ないんで、これ。ちょっと友人もいますんで、皆さんもしよかったらよろしくお願いします。はい。ちょっと以上です。今日夜もライブするんでよろしくお願いします。はい、そんな感じで、ちょっと、はい、雑ですいません。以上です。終わります。ムケムケ、オッケー。ではまた。